これをご覧になってくれた皆さんはラピュータ好きだったっていうことでよろしいですか？40前後っていうことでよろしいですか？あのビジュアル系ブームあったじゃないですか。僕1981年生まれで、まあ知らず知らずのうちに中3の時に気づいたらビジュアル系ブーム来てまして、まあルナシーがうちの学校で人気あったんですよ。ルナシーで女子にはラルクが人気あって、でまあ黒有名派のやつがいたり、X はあの殿堂入りみたいな感じで、 X は誰でも好きみたいなね。で小学 X はやっぱ小学校の頃から、まあ、ヒデが人気あったんですけど、僕はそんな興味なくてワンズとかビーズとかザードとかだったんですよ。あとスラムダンクのレフだった時とかね、そういうビーイング系がね僕は好きだったんですけど、でも気づいたら中3の時にやれルアージュだ、やれペニシリンだ、やれアインスフィアだとかねあったんですよ。あったでしょ。でね、まあラクリマ、シャズナ、ファナティック、ピエロ、ディルアングレイはまあ高校の時なんですよ。まだあと。で、こう、中3の時にですね、ルナシーが、休止に入りまして、さあどうすると。で、まあ若いんで、まあ龍一のソロ、なんか買うかよあんなのみたいになっちゃってね。でみんな結局買ってるみたいなね可愛いでしょ。意地張ってたんですよ。でね、俺もファーストアルバムまでは買ったかな。んで聖夜リトルプレイヤーとかにね、あの楽曲提供とかしてたんですけど、そっちも買って、でまあ J のパイロマニアも買って、で杉蔵のアプレイヤーとイノランのソーは別に聞かなかったんですよ。でもなんか僕の学校だけだと思うんですけどね、ナイトメアのサキトさんなんかは、まあ、同い年だと思うんですけど、まああのイノランのソーとかあの衝撃受けたみたいですけどね、まだ未だに聞いてないですね。イノランの顔は好きなんですけど、杉蔵の顔とか、J が一番キャッチーだったんじゃないですか、やっぱあのアルバムの中では。ファットアイムニードレスなんとかっていうの好きでしたね。あのカラオケでよく歌ってましたね。やっぱ J の曲はキャッチーですよね。あのルナシーの曲にしても杉蔵はちょっと難しかったですね、うん、あのあとイノランは、まあ、曲もそうなんですけど、あの噛めば噛むほど味が出るパターンなんで、あんまりその聞いてなかったんで味が出る前に終わっちゃったんですけど、グラビティのあのイノランが出したイノランが書いた曲をセルフカバーしてほしいっていうのありますね。グラビティとかすごい好きなんで、イメージとか、ヴァンパイズトークとか、サーチフォーリーズもそうかな。なんかああいうサンディータイムとかも自分で歌ってみてもらいたいんですよね、うん、イノランの声好きなんでね。でまあさあどうするってなって、でその時にそのブレイクアウトがまだなかったんで、さあどうするってなった時に、まあアインスフィアと、ルアージュとラピュータだっけながいたんですよ。で僕はアインスフィアはあんまり好きじゃなかったんですよね。ボーカルがあんまビジュアル系っぽくなかったんで、僕ビジュアル系好きなんで、ビジュアルがあのビジュアル系っぽくないとあんま好きじゃないんですよ。メイクがちょっと薄かったり、メイクがちょっと似合わない顔、ちょっと男らしいっていうのがあんまり、そのビジュアル系として、男としてはまあ置いといて、ビジュアル系としてはあんま好きじゃなかったんですよ。だから似たようなタイプでファナティックの石月とか、石月勉さんとか
がちょっとビジュアル系っぽくないじゃないですか、ショートカットで。ショートカットというか男の頭みたいな感じ でやっぱ売れてるバンドってボーカルがやや小さめなんですよ。で周りがボーカルよりも大きいみたいなね、そういうなんか今でいうナイトメアとかガゼットとかディラン・グレイとか、そうバランスがいいじゃないですか見た感じで。でツインギターでザ・ビジュアル系っていう感じがするじゃないですか。でガゼットと、ガゼットの好きなところは未だに、ビジュアル系をずっとやってるってことです。僕が中学高校の時のビジュアル系っていうのはだんだんメイクが落ちていくっていうパターンなんですけど、ガゼットはそのままなんで、すごい僕的には好きなんですよ。まあ杉蔵もずっとビジュアルやってますけどね、化粧好きだと思うんで、化粧映えする顔ですしね。でラピュータとルアージュが残ったわけですけども、ラピュータの方が、あ、まあどっちかっつうとどっちも好きっすね。だっていまだに白い闇とかラピュータの舌が好きなんですけど、リミックスしないやつ、ガラスの肖像とか、うん、好きですね、すごい。でイブでしょ、あと邪行の曲のなんだっけ、ジーザスとかすごい好きなんですよ。でザ・ビジュアル系でダークな感じで、やっぱり一般的に受け入れられないし、あと飽和状態だったっていうのもあるんで、秋のボーカルの秋の声ってすごい独特で癖があるから、ビジュアル系として売れても良かったんでしょうけど、解散理由はちょっと知らないんですけども、やっぱり上に X、ルナシー、黒夢、まあ当時ビジュアル系だったらラルクとか揃い踏みだったんで、まあやっぱり客が、ね、呼び込めないんですよね。あとラクリマンとかもそうだと思うんですけど、ピエロはまあ多分内部分裂だと思うんですよ、おそらくね。だからね、その客を取り込めないっていうのもあるし、やっぱりね癖が強すぎたんでしょうね、ビジュアル系ファン的にも。曲はいいのは結構あるんですけど、路線変更しなきゃいけない。だけど路線変更すると、あの客の、客図かファンのそういうんじゃないんだよみたいなのに合うし、難しいっすよね。やったもん勝ちみたいなところあるんで、やっぱ年齢的にはあのルナシーとかクレームとかラルクとかと変わんないと思うんですよ。ルアージュもラピュータもアインズフィアも、あとラクリマもシャズナも年齢変わんないと思うんですよね、うん、だからね、その世代がこう集まると、同じ世代がね、やっぱり2、3個しか上がれないんですよ、上に。しかもそれぞれタイプが別の、まあグレーはもう別格だと思うんですけど、違うジャンル、 J-POP だと思うんですよ、ビジュアル系じゃないと思うんで。ただ YOSHIKI がプロデュースしたりとか、エクスタシーから CD を出したっていうつながりだけだと思うんですよ。やっぱりレコード会社なんで、黒夢も誘われたらしいんですけど、レコード会社なんでレコードを売り上げていい人材を集めて、芸能事務所もそうですけど、こう売り出して収益を上げなきゃいけないっていうのがあるんで、まあビジュアル系だけじゃないじゃないですか、エクスタシーサミットに出てた人は結構あのパンク系の、パンクじゃないな、ジギーとかそういう系のグラムロックじゃないか、ハードロックか、ハードロックみたいな人たちもいたんで、ビジュアル系にっていうカテゴリーではないと思うんですけど、ビジュアル系が僕は好きだったんで、あんまそのレディースルームとかあんま好きじゃなかったんですよ。で微妙なところで爆竹も俺の中でビジュアル系じゃないんですよ。イエローモンキーと一緒の方な感じなので、爆竹は一回も聞いたことないですね。
いまだに根強い人気あると思うんですけどね。あとペニシリンですね、白衣がかっこよすぎる、かっこよすぎるですか、ビジュアル系すぎる、化粧映えしすぎる、あと背が高すぎる、すごいなと思って、こんなにビジュアル系、ザ・ビジュアル系みたいな感じの人いるんだと思って、すごい白衣も好きだったんですけど、まあだからそのブレイクアウト始まる前はペニシリンと、ルアージュとラピュータですね、僕が好きなのは、ルアージュのなんだっけあの曲忘れちゃった、今度やります、すいません。